月14日水曜日、ニュース奥江戸アンカーの吉田由美です。なんと現在ニュース奥江戸は世界で最も多く続けているデイリーのオンラインニュース番組としてギネス記録に申請中とのことです。なんと今回今日で1955回目ということなんですけれども、ぜひこれはそうですね、ギネス記録に登録されることを願っています。では早速ゲストをご紹介します。本日スタジオにおいでいただいているのは憲法学者の小林節さんです。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。はい、新しいスタジオですね。はい、はい。そしてリモートのゲストはプロゴルファーの竹小山さん、よろしくどうぞ。そして解説員は元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんです。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は大きなニュースが飛び込んできました。東京地検特捜部は今日、KADOKAWAの角川嗣彦会長をオリンピック組織委員会高橋治之容疑者に賄賂を渡した容疑で、逮捕したということなんですけれども、はい、こちら、ね、驚きですよね、小林さん。はい、このニュースご存知でした？いや、今聞きました。あ、本当ですか？はい、そうなんですよ。逮捕されたということなんですけれども、ね、これどこまで広がるんでしょうね。いや、それは森喜朗さんあたりまで行けば私はほっとするんですけど、だけどいつもこういう事件の時関係者は「いや知らなかった」とか「そのつもりは なかった」って言うけど、知らなかったつもりがなかったで決裁していたらそれは本人の責任ですよ。そうですよね。やっぱりだから長男ですもんね。そうですよ。そのためのオリンピックの高田がそうじゃないですか。そうですよね。今フランスの当局から追われてるじゃないですか。ああ、確かに。竹さん。はい。はい、こちらのニュースご存知でしたか。聞きました。お昼かな。お昼にニュース速報と言いますか、ニュースで入ってきまして、ね、見ましたけど、実はKADOKAWAの会長は。9月5日にインタビューを受けてる時にはそんなの知らないと、私の知る由はないと白を切って、ちょっと逆ギレのインタビューになってましたけど、特捜も一生懸命やってここまで来ましたが、実はね、これは僕はオリンピックずっと追ってましたからいろいろ知ってますけど、もともと一業種一社というところでね、本当はマーケティング担当の電通さんは実は、前回の東京オリンピックでもお世話になった講談社をね、実は使おうかなというところで、まあ、今話題になっています200万円の見舞い金の森喜朗先生がですね、講談社を使うんだったら俺は辞めるぐらいの勢いで吠えたという話もありましたね。結局森さんのところまで行くんだなと。これKADOKAWAさんを一業主者の中でその出版元に関してのスポンサードを入れたっていうのは、多分森さんと多分高橋さんなんじゃないかなと僕は見てますけど、だから行くとこまで行ったなという感じがします。もう本当に今まで圧がかかっててね、ボトルの蓋がはじけた今状態になってますから、誰かが、ね、圧で抑えてたところが抜けてますから、かなりいいとこまで行ってくれると思うんで、僕はもう日本が正常に戻ってもらう。今日はもう小林先生来られてますから、司法の話はもうバンバンしてもらってですね、もう本当にね、この法律があるのに法律を本当使えなかった森掛桜から始まって、やっぱりね、検察もやりたい、もうなんだろう、大江戸捜査網のようにこう何もうやりたかった人もいると思うんだよね、悪いやつを捕まえたかった人も。なのでね、一生懸命やってもらえて、これはねいいニュースってわけじゃないけど、やっぱり悪いことしたら。ね、捕まってもらわないと困るなというところでは、まあ、よかったとは言わないけど、専務が7200万円簡単に7600万円か簡単に決済できないですよ。それはやっぱ会長は知ってるはずですよ。なるほど。はい、大貫さんいかがでしょうか。まあ日本のこれまでの組織のね、特に税金を使う組織の権力構造、意思決定構造からすれば政治家が上にいるということはまあ間違いないでしょうね。ですからそれの検察がその200万円で高橋さんが3000万とかね1億だという、その比較的に少ないから、まあこう許そうなんて、そんなことやったらダメですよね。やっぱり手順がきちんとつかないとですね。はい、ありがとうございます。ちょっとお話変わりますけれども、安倍晋三元総理の国葬が今月27日、日本武道館で行われます。安倍元総理が亡くなったのが7月8日です。6日後の14日に岸田総理が国葬を発表し、22日に閣議決定しました。しかしその後、開催をめぐって世論は割れています。早速お聞きします。小林さんは安倍元総理の国葬についてどうお考えでしょうか。いや、露骨に憲法違反ですよ。露骨に。だって歴史をめったにない最高の格式のお葬式を国がやるわけでしょ。はい、それに法律と予算の根拠がないなんてありえない話じゃないです。で、国権の最高機関は国会ですから、国会でそのための普通は法律、急ぐんだったら決議ぐらいあってね。で、予算はそういう時のために予備費があるからまあいいとしても、一切国会をバイパスしてしまって閣議決定だったら素直に内閣葬にすればいいじゃないですか。で、行政権が法律上の根拠なしに権限を振る、特に大きな権限を振るなんてのは露骨に憲法違反ですよ。なるほど。はい、そして昨日行われた自民党の総務会では、石破茂元幹事長がイギリスではエリザベス女王の国葬も議会の議決を取っていると苦言を呈しました。問題は国民の合意を得るプロセスを抜かしているように見えることではないかと思われます。武さん、大貫さんはどんなご意見でしょうか。武さん、お願いいたします。これわかんないな、難しいこれ。どうなんでしょう。じゃあちょっと大貫さんに、はい、大貫さんお願いいたします。大貫さんはなんかエリザベス女王の取材も、なさったことがあるというふうにお聞きしましたが、たまたまね、2002年のね、ちょうど日韓ワールドカップサッカー共同開催で日本人が浮かれてた頃なんですけどね。はい。それも日本対ベルギー戦のその全く同じ時間帯の裏番組でやりましたね。そうなんですね。在位50年の式典があったんですけどね。実際にお会いになったこと。イギリスという国はね、はい、今回チャールズ3世が国王となって議会に行った時に分かるようにね、常にね、市民社会の代表たる議会、当時は貴族社会でしたけど、と国王の権力との対立の歴史なんですよ。その中で議会民主主義が燃えてくるんですよね。でそれがね、やっぱり例えばシティってありますね、ロンドン市と、シティはまた別なんです。つまりいわゆるシティっていうのは、ロンドンの金融街なんですね。で、金融は昔からお金の扱うところなんで、そのお金が欲しいわけです、国王もね。で、そのお金がないと、やっぱり国王もそこで妥協し得るわけですよ。それでシティに入るときは、国王もちゃんと儀式を通って、シティの許可を得て、入ると、そういうこともあるんですけど、なかなか面白い国でね、やはり成文憲法ではないけど、きちんと議会がお金をちゃんと予算化するということを、それはきちんとやってるんですね。で、例えば在位50周年の時に、どこまでが王室予算で、どこまでが議会で国が税金として工面するか、それをちゃんと話し合ってやるんですね。それは当たり前なんだけど、日本ではそれを根本的に欠けてるんです。はい、ありがとうございます。それではノーボーダー AI 仮スタジオから生放送でお届けします。ニュースオップエドスタートです。それでは特集です。安倍元総理の国葬に対して強い批判がある理由の一つに、閣議決定で早々に決めたことがあります。小林さん、はい、これは憲法の観点から見るとおかしいことなんでしょうか。繰り返しになりますけれども、三権分立というのは主権者国民全員は手出せませんから、直接代表というのは国会しかない。だから最高機関で国会が法律を作る権限と予算を作る権限を持ってます、はい、お財布も握ってます。だから国葬なんてのは歴史的にめったにない重大イベントですから、根拠法令がないこと自体がおかしいんで、作るべきだけども、めったにないから議論しなかったならば、国会の決議ってことを可能できるんですよね。一回これやれよという。そうすればお金は予備費でなんとかなり、予備費も憲法上認められてますから、突然の出費の時は。だからまずは内閣総理大臣というのは73条で議案を提出する権限がある。国会にこれ国葬がふさわしいと思うんですがどうでしょうか、72条でした。72条で出すと。はい、で国会でけんけんがくがく与党も野党ももんで、で一定期間過ぎたら賛否の決を取って、まとまらないんですよ、自由な社会だから、まとめなくていいんです。イギリスだって女王の葬列の外で T シャツでなんかぶたれてた人いるわけですからね。それでそこから先は内閣が承りましたって言って執行すれば何の問題もなかった。なんか意図的に国会をバイパスしたところがなんていうかな、お粗末というか、岸田内閣の自信のなさというかね、逆にそこは犬に背中を見せたようなもんで噛みつかれてますよね。でも最初はあれですよね、岸田総理もすごいこう強いリーダーシップっていう感じで提案っていうか、こちらを出された。彼は総理が殺された、安倍総理が殺された直後の雰囲気でね、お花捧げて泣いてる帽子なんかいるとなんか勘違いしたんじゃないですか。ああいう時って必ず愛想出てくるんですよね。しかも統一教会の問題まだはっきり出てきてなかったし。そうですよね。だから政策判断としてうかつでしたよ。なるほど。岸田総理は8日、衆参両院の議院運営委員会で安倍元総理の国葬について行うことが適切だと改めて強調しました。その際に岸田総理が挙げた法的根拠は、国の儀式を内閣府の、所収でいいんですよね、所収業務の一つとした内閣府設置法です。小林さん、この法的根拠に納得はされていますか？無理無理。だって内閣府設置法というのは、例えば皇室典範によって今回天皇が亡くなったから大喪の礼という国葬をいたしますって書いたでしょ。これ国葬ですよ、はい、一番格の高い国葬で、天皇だから大喪の礼って名前が歴史についてるだけで国葬をします。そうするとあとは実施は、つまりこれ行政権の話終わって、立法権終わってるわけです。でその実施は内閣だよと内閣府設置法に書いたら「はい分かりました」って言って。業者選定したりプログラム作ったり実際にその日のプログラム管理をするってことが内閣の仕事ですよ。これはいいんですよ。だけど国葬については大日本帝国の時代に天皇の勅令というですね、天皇の立法体験によってね、法律と同等以上 の効力を持っている内閣国葬令によって根拠があったわけです。それは国民主権国家になったらありえないから、廃止されたから今根拠がないじゃないですか。なるほど。松野官房長官は8月26日の記者会見で、国の儀式を内閣が行うことは行政権の裁量に含まれ、閣議決定を根拠にするのは可能と答えました。これは理屈は通って。いや、へりくつ。行政権というのは国会が作った法律を執行するんです。で、法律が細かなことを書いてない場合はそこが裁量するわけです。日にちとかね、式の規模とかね、そういうところは内閣の裁量ですけど、根拠ない以上裁量、何もないもの裁量って言ったら自由法に話違いじゃないですか。でこんな行政だったら何でも法律の根拠ないこと、うち行政権持ったから何でもやります、いつの間にやら内閣が国の上に立っちゃうじゃん。これ三権分立、勘違いですよ。なるほど。はい、こちらお二人にもちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、武さん、これね、はい、数の論理から言っても自民党は先ほどから小林先生おっしゃってるように、岸田さんが首相のいわゆる総理内閣総理大臣が議案をまとめて出します、もんで反対意見が出ようが何しようが議会で採決取ったら決まるんでしょ。だって今の数の、そうです。なぜそれをやらなくなっちゃったのかっていうのと、あとは事あるごとに閣議決定するわけですよ。でみんな国民が思ってる、要するに東北の大震災がありました、すぐ緊急事態法出しましょう、やりましょう、閣議決定いいですよ、そんなのもうそんなの国民もろ手挙げてみんなで助けましょうってなりますよ。だけどこういう一つのなんていうのかなことをなんか反対されるようなことは全てずっと閣議決定でやってきてるよね今日本は。こんなことやってたらさ、本当にどうなっちゃうんですかっていうところで、もうでもどうにもできないんだもんね。閣議決定しちゃうんだから、みんなで。いや、それも方法あるんですよ。あ、そうなんです。どうしました？安倍さんが悪い習慣つけちゃったわけ。総選挙で国民の半分が棄権をしている。これ国民の責任。で、50% のうち 26% が団結した自公政権に入れる。で、バラバラの野党に 24% が入れる。そうすると国民のたった 26% の票で、あるいは投票に来た人の 52% の票で 70% の議席が取れちゃう、そうするとその 70% の議席でどうだ文句あるかといって1党しかいない、1党プラス1宗教団体の内閣を選ぶ、一枚岩の自公政権を選ぶ、そしたら俺たちは民主的に選ばれた、もうあとは国会行ったってどうせパスなんだから何でもやる。ここが三権分立壊れちゃったんですよ。そうですね。今見てもその国葬賛成ですか反対ですかって、その賛成っていう意見のパーセンテージと自公に入れてるその投票してるパーセンテージが揃ってくるっていうのがやっぱり今の日本の実情なのかなと思うね。なんか悲しい。それはね、世論操作があるんでしょ。あるんですか。だからタケさんが悲しいと言うけども、政権交代させればいいんですよ。そういうことですよね。選挙でだから 50% の棄権者のうち5% でもいけば逆転しちゃうんですね。でもちろん僕ら民主党政権の悲惨な結果を見たからアホな野党と思ってるけど、でも自民党政権だってアホで汚れてるじゃないですか。少なくとも権力持ってないから、野党はアホだけど汚れてないんですよ。これ取り替えると役人が態度変えるんですよ。主が一人しかいないと思うから、役人は不思議なことをやりすぎて法が死んでるんです。今回また野党にですね、政権を持たせてみる意味は自公政権から権力を奪ってみることに意味があるんですよ。なるほどね。まあそれにしても本当あれですね、この閣議決定っていうのは第二次安倍政権でね、総理と官房長官が法治国家だとかね、法の支配とか盛んに言ってたけど、一番守らない連中がそれ言ってたわけですよ。それ閣議決定、なんか安倍昭恵とかいう夫人は公務員じゃないとか言って、ね、それで公務員を世にもこう使ってたりね、まあそういうことを平気で閣議決定するわけですよ。はい、これを悪しき習慣そのまま、まあ今の総理が踏襲しているような感じで、はい、本当に日本のまあ法治国家というか、その法の社会による政治というその象徴みたいな感じしますね。本当ですよ。そうなんです。日本共産党の仁木聡平参院議員は同じ会議の席で、国葬は弔意の強制となり憲法19条違反ではないかと岸田総理に問いました。小林さん、こちらはどうされますか？いや、これイエス&ノーなんです。共産党はすぐ大惚れするんだけどね。だからこれ予防線張って岸田総理は強制しませんって言うじゃないですか。半旗とかそれから黙祷とか強制することを支持しませんって言うじゃないですか。はい、ところがこれまた巧みで、実際には忖度官僚とか、つまり各自治体とか各官庁でお決めになることですと言ってもですね、やるんですよね、ところどころで。アホな教育委員会なんかやったら子供や親は嫌だと思っても、教頭は絶対に教育委員会に気に入られて校長になりたいと思ってますから、もう国旗日の丸と同じでね、おいこら非国民ってやり始めますよ。だからこれなんていうかね、そういうことを禁止するとでも総理大臣が言わなければ私は信用しませんけども、でも巧みにしませんと言ってますよね。まあほぼじゃあ反強制みたいな心理的な圧力をかけてるっていう感じなんですね、きっと。はい、岸田総理が繰り返し説明している国葬を行う理由は、安倍元総理の在任日数が憲政史上8年8ヶ月にわたったなど、主に実績面です。そういった政治的な面では国葬に値するという評価、こちらはできるのでしょうか？私はできないと思います。長さは問題ではありません。実績を言うならば、森掛桜、これは法治国家ぶっ壊しちゃったじゃないですか。これ立件されてないから何もないと安倍信者の人たちは平気で言いますけども、でも高知の事実じゃないですか。政治権力を私物化して、安倍さんに親しい 人だけはですね、法律を曲げて国家予算で優遇されたんですよ。はい、これはアウトですよ。そしてちょっとここで上杉隆社主からちょっとコメントが入っているんですけれども、はい、こちらは捜査の話ですね。先ほどのオリンピックの話になるかと思いますけれども、甲斐幸男検事総長、市川博司捜査部長に期待なのだが、小林節先生はどう見ているのでしょうかと。安倍政治の時代に東京高検検事長とか検事総長の人事で安倍さんは法律を真似てまで自分のにとってなんとても可愛い検事を検事総長にしようとしてしくじったですよね。ああいうこと本当に天が許せなかったですよね。で検察官になった人は司法試験を受かって修習を受けた中で本当に正義感を持って、だって月給低いもの、弁護士に比べたら正義感を持って入って、そしてその特捜とか検察の主流を歩んで検事長まで来た人が、当然順番として今度はこの人が検事総長だよねって人が外されたじゃないですか、戻ったけど。だからそういう人たちには誇りがあると思うんですよね、矜持があると思うんですよ。だから安倍さんに対する意趣返しじゃなくて、本来の法の支配を取り戻すために淡々とすべきことをすれば、またそういうのが若い検察官たちの空気だと私はまだ知ってる範囲で信じますから、だから、まあ、今ねきちんとやってほしい。はい、大関さんじゃお願いいたします。検察官の心の精神っていうかな、たまたまねトランプ政権の最後のに何が起きたかといろいろ今調べてるんですけどね、司法省やる FBI 長官をはじめね、あらゆる要するに高官たちが反対してるんですね、トランプ氏の違法的なあれに対して。それでどうしてもやるんだったら我々全員辞任する、司法省 FBI の何十人というあれが一挙に辞任するってまで迫ってようやくトランプ氏を抑え込んでるんですね。そのくらいの気構えがね、やっぱり日本の官僚にも欲しいもんですね。結構本当にね、調べれば調べるほどね、やっぱりアメリカには戦う人も多いです。原則憲法に基づいてね、はい、そういうあれが気骨のある官僚になってほしいなと思いますけどね。武さん、まあどうなんですか、やっぱりでも僕は楽しみなんですよ、これからの日本がね、このもう本当にボトルキャップが外れた状態ですから、どこまでやれるのかやってもらいたいと思います、本当に。検察だって本当に矜持あると思うよ、だって司法試験受けてどっちか進んでるんだから、そら、あれやりたいでしょ。悪いやつ捕まえるためには検事になったやつだっていると思うから、それは正義感でね、それ当たり前だよ、最初から汚れようなんて思ってないもん人間。小林さん、武さん、大貫さん、ありがとうございました。ニューズオプエド、明日のゲストは衆議院議員の米山隆一さんと新潟経済新聞記者の児玉健太さんです。解説員は元毎日新聞編集委員の平林武夫さん、アンカーはノーボーダーニューズ東京編集主幹、明治大学名誉教授の蟹瀬誠一さん、そしてナビゲーターは浅野由香さんです。それではまた明日。